石崎チャンネル。関東の私鉄最強は京浜急行電鉄だ。意外とてっちゃんな石崎です。本日はですね、栃木県にあるマチュアさんというショップさんに、お邪魔しております。今回もですね、愛車紹介やってきます。黒い BRZ でバチバチの走行会仕様っていうことなんでね、愛車紹介をしていきたいと思います。愛車紹介しながら面白いパーツを紹介したいなと思います。じゃん、こちらハイスパークイグニッションコイルって書いてありますね。名前の通りコイルです。アフターパーツのコイルなんですけれども、こいつをつけるとですね、プラグの火花がより強い火花が飛ぶことによって、燃焼室内の混合気がより勢いよく燃えてパワーが出るっていうものなんですよね。今までもそのコイルのアフターパーツっていろんなメーカーから出てるんですけれども、まあ、ちょっとだけお値段が若干高いかなっていうぐらいの価格設定なんですよ。ですがこのハイスパークイグニッションコイル、だいたい平均値の半分ぐらいの価格で販売しています。そして使っているパーツもですね、純正同等品というものを使ってまして、開発した方曰く、やっぱりその市販のアフターのコイルがどうしてもやっぱ値段が張るとというところで、安くいいものを皆さんに使ってもらいたいという思いが込められて開発されたパーツなんです。ということで今回は後ろのバチバチの BRZ 紹介しながら、ハイスパークイグニッションコイルをつけてダイナパックでしっかり回して、パワーがどれぐらい変わるのかっていうのを数字で見ていきたいと思います。じゃあ早速いきましょう。はい、じゃあ愛車紹介やっていきたいと思います。オーナーのつぐくんです。よろしくお願いします。つぐくん顔出し NG ということで、今回もまた僕が勝手に喋ります。まず車両を教えてください。マル BRZ の2013年式、いわゆるスライド A 初期型。上のは一番、当時一番上だった S ですね。なるほどです。見た感じすごい走ってるんだろうなって感じがするんですけれども、普段は走ってるんですか？そうですね、普段サーキットの車を乗っていて、普段はつくばサーキットの2階の本線の方をよく走っています。この間ね、たまたまね、同じ走行会でね、この仕様でベストが、ベストは40秒7。あ、冬のタイム。この間41秒台だったから、やっぱり結構コンディションは良くなかった。路面回収が入った後、うまくつかみきれてなかったのと、やっぱ本当湿度が高くて、うん、後でデータロガーの結果見てみたら、スピード1キロぐらい落ちてたので、その辺の影響が。あー、なるほど、なるほど。やっぱり気温と湿度はでかいですか？そうですね、やっぱり NA なので、すごくこの辺りセンシティブというか、そこでパワーが落ちてタイムが稼げないというのがよくあります。はい、ということで筑波線を40秒台で駆け抜ける BRZ、 そのカスタムのコツなんかも聞いていけたらなと思います。はい、それでは石崎スーパーハンディカメラで愛車紹介いきたいと思います。じゃあまずフロント周りなんですけれども、がっつりしたアンダープレートみたいなのがついてますが、はい、こちらがベルスエンジニアリングさんのフロントスプリッターってやつですね、はいはい、バンパーの下側が全部フラットな形状になるタイプのもので、じゃあバンパー下までフラットになってるってことは、しっかりダウンフォースが効いてるっていうのは体感ができるレベルですか？できます、できます。なるほど。カナードついてるんですけど、はい、これは効くんですか？これは効きますね。効きますか？はい、どういうシチュエーションで？まあ、かなりスピードが出てるシチュエーション、100キロ以上ぐらいでは体感できますね。筑波線の 1,2 コーナーとかで、そうですね、1,2 コーナーの高速コーナーなんかではバッチリ効きます、はい、ちょっと触ってもいいですかね？どうぞどうぞ。幅がここの部分で10センチぐらいですかね。軽く触ってみますが、結構しっかりついてると思います。で、サイドステップを見ていきたいんですけれども、これはどちらの、お、これは魔法の3文字が、そうですね、 STI のステッカーが貼ってありますが、はい、これは本当はトムスさんのサイドディフューザーです。細かく言うと BRZ じゃなくて86用ってことですね。そうですね、はい、まあ、同じ車なので当然問題なく取り付けができると、ね、はい、の STI 仕様になってます。そうですね、はい、大きなレボリューションの GT ウィングがついてますが、これは幅はどんくらいですか？これ幅は1700ですね。お、ギリ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  OK サイズ。ギリギリ OK サイズ。ギリギリ OK サイズ。そっか、 86BRZ は結構車幅があるから、こんくらいのが入っちゃうんですね。で、高さもぴったりに、はい、あ、そっか、であるという。なるほど、ちょうどいいところに、はい、風の流れが速いところに当たる。そうですね。
で、こういうマウントは何マウントって言うんでしたっけ？バーチカルマウントって呼ばれるやつですね。最近流行りの。最近流行りの。これトランクのナンバーの横についてるんですけど、はい、そうですね。ここは取り付けの剛性とかは大丈夫なんです？どうしてもその上につけるとへっこむ問題があって、はいはい、そうですね。だいたいここにつけて、はい、そうですね、トランクがへこんじゃうっていうのは、はい、なんですけど、やっぱ縦につくので、剛性が高いところにつけられるっていうのと、はい、あと裏側に補強のバーが1本入っていて、はい、結構底よりも横に広い補強バーなんですね。なので結構しっかりつけられると。今はもう問題ないっていうところですね。そうですね。そうか、トランクがへこまないっていうのもこのバーチカルタイプのいいところなんですね。そうですね。やっぱりトランクのベースがへこんじゃうと傾きが変わってきますし、まあ、斜めになってる車なんかも見たことありますからね。タイムを測るやつ、取り付けるやつ、タイヤ、ホイール、ブレーキあたりを見ていきたいんですけども、タイヤがディレッツァのベータ02がついてるんですよ。で、このタイヤっていうのが 86BRZ のワンメイクレース用に開発されたタイヤで、もういわゆるレース用タイヤっていう感じでいいですか？はい、そうですね。そういうタイプの分け方になりますね。はい、どうです、使ったインプレッションとしては？やっぱりワンメイクレース用のタイヤは総じてなんですけど、ケースの剛性が高いんですよね。っていうのと、熱の入りがすごく良くて、グリップも感覚的にですけど、例えば 2.35 幅とか、こんぐらいのタイヤぐらいはあるんじゃないかなっていうフィーリングですね。やっぱケースの剛性あると、縦で止まれるっていう感じですか？そうですね、はい、縦でウニュウニュっていくんじゃなくて、しっかり踏ん張ってくれ て、そうですね。なので、16インチで55扁平ですけど、まあ、そんなにタイヤがよれるっていう感覚はなくて、きっちり使っていけるというか、荷重乗せていけるような、そんなタイヤです。なるほど、このインチに合わせて作られてるから、相当じゃあ剛性は上がってるっていう。そうですね。なるほどです。ダンロップ系っていうのは結構発熱が早いって言われてるんですけども、まあ、実際使ってみるとそんなようなインプレッションが得られてるそうですし、何より見てください。わかりますか？これ街乗りしただけなのに小石食ってるんですよ。すごい。しかもちょっと溶けてるんですよね。あ、熱入ってる温かい。街乗りで使うとすぐになくなるそうなので気をつけてください。ブレーキローターですね。このローターは何ですか？これは KWM さんのブレーキ、ビッグブレーキキットがついてますね。あ、じゃあローターが大きくなってるんですね。ほんのちょっとですけどね。っていうことはキャリッパーサポートが変わってる。そうですね。キャリッパー本体はそのまま純正品なんですけど、はい、サポートの方がちょっと延長してあるので、ローターが大きくなってるのに対応しているという形ですね。パッドはこれはプロジェクトミューですね。はい、プロミューさんの RSF07 っていうやつで、はい、じゃあエンジンルームを見せてください。はい、お、結構なステッカーチューンを変態選抜ってなんやねんじゃあちょっと変わってるとこ見ていきたいんですけど、変わってるとこの前にはすげえいっぱいいろんなとこ行ったんですね。ちょっと熱でやられてふにゃふにゃになっちゃってますけど、すげえ、はい、いっぱい。結構やっぱ山行くのも好きで、あら、一時期集めてましたね。走り屋ですか？いや、そんな大層なことはしないんですけど怪しいな、まあ、楽しく走れるといいなって感じですねなるほどです、はい、そこら辺にしておきます、はい、で、変わってるとこ見ていきたいんですけど、そうだな、まずはこのタワーバーが、クスコのやつが、はい、もう定番ですね。定番ですね、これは、はい、タワーバーを除くと、あそこにブレーキのマスター、あれ、クラッチもブレーキもどっちもついてる、ストッパーみたいな。そうですね、クラッチラインがステンメッシュに変わってるので、うん、あ、本当だ、あんなカラフルな感じになってます。こっちがブレーキで、こっちがクラッチと、で、クラッチのホースがステンメッシュに変わります、はい、これ変わりますか？結構フィーリングは変わりますね。ストッパーがついてるのプラスで変わってくる、はい、そうですね。なるほど。ブレーキホースも一緒にステンメッシュになってるんですけど、はいはいはい、かなりカッチリ感は出ると思います、はい、まあ、どでかい、もうなんか愛車紹介でこのパーツ見るの3つ目なんですけど、はい、レボリューションの、はい、もはやおなじみになってきた感じのありますけどす、ね、レボリューションさんのカーボンインダクションボックスがついてます、はい、みんなつけてる感がある、まあ、僕が一番最初ですから一番、はい、あ、これみんな競うのかな、もしかして。いや、そうかもしれないですけど、いや、僕が一番早いはずです最初出てきたのがマグマグくんで、次出てきたのがグリドックくんで、順番に俺が先につけた、はい、で、次ツグくんが俺が先につけた。そうですね、はい面白いな、これは86の愛車紹介に出てるんでぜひ見てください、はい、で、なんかこう一個気になるのがあるんですけど、はい、フィルターになんか怪しいのついてるじゃないですか。そうですね。これ何ですか？これネオジムのマグネットですね。
へえ、はい、ネオジム、いや磁石です、磁石、はいはいはい、まあ、鉄粉取るのに、あ、なるほど、ちょっとだけ磁力の力をたつけてもらうっていう形ですかね。効果ありそう。まあ、実際に中身をパカッと開けてみたことはないですけど、効果あるという話です。効果ありそう、違い分からなさそう。そうですね、いや、これオイルフィルターなので。そうですね、はい、体感するのはちょっと難しいかなと思います。そんなところですかね、エンジンは。そうですね、はい、で、駅間にも変わってるんですよね。駅間に変わってます。隙間には見えませんかね。あ、見えた。の隙間から覗くのがもはや年も定番かもしれませんが、はい、レボリューションさんの SS キットですね、はい、はい、これを一番最初につけたのは誰ですか。多分これも僕だと思いますね。承知いたしました、はい、はい、で、ぐるっと回って、はい、マフラーですね、はい、これももしかして、あ、これは定番じゃないのかな。これは、ここはみんな個性なのかわからないんですけど、はいはいはい、僕は富士坪さんのフォースライズですね、はい、これはチタン、はいではないんですけど、ちょっとこれも限定品で、はい、今はもうなくなっちゃったんですけど、コクピット佐山さんと富士坪さんがコラボして作った、はい、5本だけ作ったマフラーらしいです。横に刻印が入ってるんですけど、そうですね、はい、ちょっと見えないかな。いや、すごいいい音するなと思って。ありがとうございます。いえいえいえ、はい、毎度おなじみ勝手に座っております。早速ちょっと内装を紹介していきたいんですけども、ハンドルが取れてますね。ワックスベルのラフィックスついてます、はい、ラフィックスです。これも定番、定番、もう定番ですね、はい、で、定番の、ナルディのステアリングなんですが、はい、ナルディのステアリング、これはスポークのところが標準モデルとは違う気がするんですけど、はい、ちょっとブロンズ色っぽいところがあって、はい、なんか限定品のようなんですけどね。これはおしゃれですね。あまりこの手前にオフセットはさせてない感じ。そうですね、僕のポジションだとクイックリリースにさらにオフセットが深いタイプのステアリングをつけると、はいはいはい、随分近くに来てしまうので、まあ、やっぱり運転する上で一番大事なところですから、そこは自分に合わせてそういうオフセットのステアリングを選んでます。なるほどです。ステアリングポジションっていうのは本当にすごい大切なんでね、街乗りのオンリーの人でもちょっといじってみたりすると自分に合ったステアリングポジションが見つかってより運転が楽しくなると思います。エアコンのメーターが赤、黄色、青、うん、信号機ですか。そうですね、信号機カラーですね。ちっちゃなおしゃれがしてありますね、はい、スピンターンノブがついてます。はい、で、結構サイド引いたり遊んだり。そうですね、サイド引いて遊ぶことは結構あります。で、なんかジムカーナ場とかでも練習会みたいな。そうですね、筑波サーキットのジムカーナ場を貸し切りにして、スポーツカー乗り始めた人から結構ドリフトガチでやってる人まで来ていただいて、車の動きを練習するというか、動きを知るというかっていう会を、まあ、簡単なジムカーナみたいな感じのことをやってます。一番最初に一番大切なやつを。そうですね、できればモータースポーツの入り口のところをみんなに味わってもらって、競技人口ではないですけどそういう趣味の人が増えればいいなと思ってます。素晴らしい。一応ね、僕も昔総合化やってみたことがあって、はい、大赤字でした。あ、大変ですよね。大変です。内装戻りまして、グリッツの関連メーターがついていまして、はい、シフトノブが変わってます。そうですね、これ何ですか。これレボリューションさんのやつですね、はい。あ、っていうことは、あ、ちょっと変わってるんだ、はい、クイックシフト。クイックシフト、クイックシフトは STI のクイックシフトですね、はい、で、シートが両脚ブリッドに変わってますが、はい、運転席はフルバケで、助手席がセミバケットタイプ、はい、そうですね、はい、これカーボン、カーボンだ、はい、カーボンですね、両方カーボンです。いいなぁ。合成感すごい、はい、この間新しく発売になったゼロ、え、新しいやつ。そうですね、あ、マジか、はい、すごい新しいやつです。へえ、知らずに普通に滑ってた、はい、そうなんですね、といったところでしょうか。はい、そうですね、はい、ということで愛車を軽く紹介させてもらったところで、これからがメインディッシュのコイル交換に行きたいと思います。ここからちょっと20分から30分ほど移動して、パワーチェックしてくれるところまで移動した後、そこでパワーチェックをして、その場でコイルを交換してすぐパワーチェックをかけるということを今からやってきます。台の回しに行くまで運転させてもらえることになったんで、よいしょ、よいしょ、ちょっくら乗らさせてもらいたいと思います。このマフラーがね、はい、外で聞くとめちゃくちゃいい音をしてて、やっぱ富士坪作りいいですよね。軽い、車がすごい軽い感じがする。これは実際軽いのですか。いや、軽量化の類は一切してなくて、じゃあ
本当にマウントとかブッシュだとか、はい、そういったところのよれを詰めていった結果ここまで動きが軽く感じるっていうところですね。マフラーは僕は RM01A とか、はい、もうあれ一択だったかな、はいはい、一世代前の車ばっかだったんで、ね、そうですね。今もあるのかなこの車用ってのはあるんですか、ね、この車用だと単純に RM っていうやつがありますね。一本出しのめちゃくちゃ軽いマフラー、はいはい、そう軽いんですよ、はい、クラッチもあの強化クラッチ感はあるけれど、はい、でも全然つながりはすごいスムーズで、そうですね。これレボリューションの250ライトなんですけど、はい、クリドック君と同じ、そうですそうです、まあ、ディスク自体はオルガニックなので、まあ、普通のクラッチと同じぐらいの操作力と操作感で、あれクリドック君の乗った時ってもうちょっとクラッチの戻りがカツンって感じが、はいはい、あったんですが、はいはい、これなくて、それってクラッチのストッパーとか、はい、メッシュが効いてる、そうですね、ですかね。うわー、これはいいや。強化クラッチ感がね、最初の動力がちょっと必要なのだけで、はい、それ以外の強化クラッチ感がなくて、つながりがすごいスムーズだから、あれはいいや、はい、っていうことは、あの戻りっていうのは、はい、ホースが膨らんじゃってそれの戻りの力も含まれてボヨーンって戻ってきてる、そうですね、多分そうなんだと思います、ね、ああ面白い。で乗ってる印象はガスも結構入ってるのに車がすごい軽く感じる。水温がちょっと低いのはまだ温まってないからか、はい、多分温まらないと思います。ウォーターポンプが機械式じゃなくて電動式になっていて、うん、はいはいはい、サーモスタットがないので、ああなるほど、はい、あじゃあもうモーターで全部制御してる、そうですね、設定温度までは積極的にモーター回らないようになってるので、あなるほど、なんですけど、なんていうんですかね、ラジエーターが純正のくせにわりかし能力が高くて、おーサーモスタットがないと普通に冷えますね。へー、オイルクーラーは、オイルクーラーはトラストのオイルクーラーですね。この車はあれですもんね、はい、あの油温が結構、そうですね、ノーマルだときつくて、はい、よく水冷のオイルクーラー一体型のラジエーターとかに変えてる人は、はい、結構いますね。あ、はい、これはこの車両は純正ラジエーターでオイルクーラーがついてる、そうですね、ってやるともう問題ない、問題ない、全然問題ないです。まあ、ミニサーキットわりかし冷えないっていうのがあるんですけど、うん、まあ、大きいサーキットみたいにストレートで風当てられないんで冷えないっていうのはあるんですけど、全然110度キープぐらいで周回できますね。どっちかっていうと人間がバテる方が先です。なるほど、やっぱオイルクーラーついてるだけで全然走れちゃうんですね。全然走れますね。オイルクーラーなしで走ってた頃は本当にクーリングラップを何周取ればいいんだみたいな感じで、うん、すぐ気温上がっちゃう、はい、そうなんです、すぐ上がるくせに落ちてこないんで、あちょっともったいないんですよね。なるほど、あいいな、付け方がいい。これぞチューニングカーみたいな、そんな感じの吹け方です。なんかね、乾いた音もするし、はい、もう This is NA エンジンみたいな。そうですね。ノーマルだとやっぱり全然吹け上がってこないんですけど、うん、まあ、ここまでやるとこんぐらいにはなりますよっていう。そうね、やっぱノーマルだとちょっとこう水平対向感の、そうですね、ポロ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 っていう感覚が残っちゃってて、はい、まあ、それがいいか悪いかは好みだとは思うんですけどね。そうですね、うん、まあ、やっぱりそれも狙って作ってるんだと思いますね。ユーザーがかなり幅広いじゃないですか、うんうん、若い人から結構年重の方ま で男性女性問わずなんで、まあ、誰が乗っても乗りやすいように最初は作ってある、でそこからはもうアフターパーツ次第でもう自分の好みにしていくっていうのが、うん、個性を出していくっていうところですね、はい、まあ、そういう楽しみ方でしょうね、うん、あでもダンサーは多分足そこそこ硬いからショックというか、はい、ショックじゃないな、嫌な付き方じゃないんですよね、収まりもすごくいいし、はい、なんだ面白いな、あの路面のアンジュレーションに追従していく割と固めの足みたいな、はい、そうですね、レートはフロント9キロリア8キロってそこまで高くはないんですけど、あそうだ、足がクスコ、はい、ね、クスコのコンペティション3ってやつですね、はい、ちょっと減衰強めなので、まあ、街乗りで乗ってる時は、まあ、レートの割にはちょっと固めなイメージですね。硬いけど嫌じゃないですね、そうですね、これは、はい、で減衰もこのままサーキット、そうですね、このままサーキット行けます、はいはい、だからこの全く似た仕様、
全くというかほぼ似た某赤い車、そうですね、もう乗ってて、その違いっていうのをインプレするとやっぱりそのクラッチのフィーリング、コースが変わってたりストッパーがついてる分すごくタッチ感がいいのと、あと転がり出しがやっぱ軽く感じるのはブッシュとかが、まあ、強化されてるっていうところかなと思います。いやでもそこ変えるだけでこんな転がし出し、転がり出し変わるんだ。ギアのアームがみんな変わってるので、うん、まあラテラルだけ2本ですけど、うん、そこが固められるとやっぱ後ろの動きは全然変わりますね。いわゆる等変化が、はい、そうですね、抑えられて、まあ等根キャンセラー的な、そうですねちょっと違うかいやでもその等の動きが抑えられると、はい、こんだけ車の最初の転がり出しが変わるんだなっていうのは僕も初めて知りました。やっぱリアのリンクの作りがちょっと複雑というか難しくて、そこ固めてあげるだけで全然動きが違いますよね。これはコーナーの立ち上がりで路面蹴るわ。結構上級者ってアームとかブッシュとかに目がいかない人がいる気がするんですけど、うん、結構そのまま乗ってる人もいますよね。まんざら乗れちゃうから、はい、なんかそう乗れちゃう人って腕でカバーしようとする、だからそのもう車が限界なんですよっていう人でも結構腕でなんとかカバーしようとしてる人ってちょいちょい磨ける気がしてきて、ぜひそういう人は車をいじってもらいたいなともうね、ドライバーのレベルが120で車のレベル100だったらもう車の限界なんでね、ぜひ車のもうほんとこういうブッシュとか、俺ブッシュ変えてほしい人3人ぐらい知り合いでねみんな結構ミニサーキットとかで速いタイムで走ってる人たちなんですけどね。まあそこから詰めていくってなると結局そういうところ細かいところをやっていかなきゃいけないっていうのがありますね。僕の場合そのタイヤわざと細いタイヤ使ってるので、まあ、そういうところを含めてやっぱタイヤのグリップで稼げない、いくらいいタイヤ使っててもまあ205なりの限界があるので、それこそ265とか255とかに比べたらグリップで劣るところは、まあ、そういうところで工夫してカバーしていかないといけない。いやね、そう205で走るっていうのが渋くてかっこいいなと思ってて、はい、そこはやっぱりこだわりがあるんですか？そうですね、一番最初はやっぱりコストの問題があって、タイヤ高いですからね。そうですね、で16インチすごく安く手に入るんですよ。ワンメイクレス用のタイヤもちょっとオークションとか見てくると、まあ、今この履いてるタイヤなんか1本2500円で買ってきたタイヤなんで、まあ、そういうところから、はい、最初はコストだったんですけど、まあ、実際16インチで乗ってみるとこれは結構足回りの動きがいいぞと。で、まあ、グリップもそういうところはワンメイクレース用のタイヤとか使ってカバーしつつ、結構太幅のタイヤの使ってる人たちをカモるとか、ハイパワーの四駆をカモるとか、そういうところに楽しさを見出しながら乗ってて、この間さ、はい、ちょっと WRX の人ついてこなかった？はい、ついてきました。ついてきたよね。はい、あれ、俺運転してたやつ。わかります、わかります。どう後ろから見てやっぱ四駆の、いや、やっぱ全然ライン違うんですけど、あ、やっぱこっちはボトムで稼ぐしかないんで、うまいこと立ち上がるところにもう全神経を集中するしかないですね。特に TC1000 みたいな。あんまり稼ぎどころのないところっていうのは、うん、もう立ち上がりに全て捧げる感じですよね。もう下手にリアなんか流しちゃうと一気に、はい、そうですね、もうストレートエンドで5キロ違ったら全然勝負にならないと。いやでもあの車ね、軽量化のみ、はい、逆にあれはあれで面白いですよね。素の車の味わいを残したまま楽しむっていうのが、内装で90キロ軽くなってて、はいはい、まあ、わりかしリアが軽くなっちゃう傾向にあるんですけど、そうですよね。でもあのノーマルダンパーと、はい、ノーマルのダンロップのタイヤの相性が僕はめちゃくちゃいいなと思ってて、はい、まず減らないんですよ、うん、減らないっていうのと足がねすごく懐が深くて、はい、しっとりしてて、軽くしただけで42秒ゼロよ、はい、あれは後期でしたっけ？あれは後期 D 型 E 型やっぱ熟成進みますよね。やっぱ最初は VAB の A 型なんか乗ってた時はなんかちょっとイメージと違うなっていう感じはあったんですけど、やっぱスバルってそういう傾向があるのか、プライドを重ねるとどんどん熟成されてってすごく良くなるんですよね。D
型最強説。D 型最強説、ね、これ GC とか知ってる人じゃないの、はい、いや本当ですよ、はい、まあ、一応各インプレッサ系モデル、はい、インプレッサ WRX-STI 系モデルは、はい、D 型が最強になる可能性が高い、ね、ビッグマイナーチェンジを経て生まれ変わると。そうそうそう、だがしかしちょっと壊れやすかったりするみたいな、はい、そうなんですよね。まあ BRZ もそれの例に漏れない、うん、マジで。そうですね、 A 型のエンジンがロッカーアーム、うんうんうん、あのリコール出てるやつ。そう、バルブスプリングはリコールで出てるんですけど、うん、ロッカーアームが飛ぶっていうのがあって、はい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 、でなんでかっていうと、なんか後期に比べてちょっとハイカム気味、リフト量が大きいらしいんですよ。まあ、そんなギリギリ設計で作ってあるみたいなんで、パワーは A 型が一番出ると噂ですね。なるほど、すごい、なんかシビックレースのカムの話してるみたいですね。後期型は、まあ、パワーは A 型よりも上がってるんですけど、リフト量は抑えてある。そうなん、はい、トルク重視、トルク重視みたいな。まあ、86BRZ はいじった方が乗りやすいですね。そうですね、どうしても純正だといろんなところにもっさり感が、うん、私そのメーカー、はい、車的にももう頑張ったけど、もうここは無理でしたみたいな、みたいな、うん、フロントのサスペンションの設計とかもやっぱりこのデザインの制約の中で作られてるから、はい、そうですね、本当はストラットのサスペンションでスプリングがオフセットしなきゃいけない、そうなんです、ですよね、なんだけど、まあ、直巻きみたいになってる、みたいになっちゃってる、うん、まあ、どうしてもフロントを低く抑えたい、うん、っていうところと、タイヤをこの位置に置きたいっていうところの制約でしょうね。ってなると、まあ、車高調を入れてあげてストローク制限してあげちゃった方が逆にいいんじゃねえか、はい、みたいな。わあ、乗りやすいな。やっぱりクイックシフト入ってるとシフトの入りがあのスパンって入ってくれるから結構楽っすね。そうですね、ただギアを痛める可能性がちょっと上がるので、まあ、慣れてる人はいいんですけど。じゃあ 86BRZ を買ってスポーツ走行をやりたいっていう人はとりあえずオイルクーラーですかね。とりあえずオイルクーラーでいいと思います。でまずは走ってみて自分にとってどこが不満なのかっていうところを見つけていった方がいいかなと思いますね。やっぱりこうサスペンション入れなきゃダメとか、はい、ブレーキ変えなきゃダメ、タイヤ変えなきゃダメ、はい、って思っちゃってる人って結構いっぱいいるみたいで、そうですね、それをやってからじゃないといけないみたいなところを持ってらっしゃる方は結構いるんですけれども、もともとスポーツ向けってところもあって、うん、まずは最初はそのまま走っても全然十分走れます。で現に僕も走行会やってますけど、走行会来てくださるお客さんの中でも全然ノーマル、ほぼノーマルの方、もうタイヤだけしか変わってないとかそういう方もいますし、もうそもそもオートマでいらっしゃる方とかも結構いるんですね。そんなんでも走れちゃうと。そうなんですよ、はい、そうなので最初はこう、まあ、とりあえずその思いっきり走る楽しさを知ってもらいたいというか、はい、そうですね、うん、何もそのノーマルの車でめちゃくちゃ速いタイムで走れっていうところはやっぱないので、車に合わせて自分のスキルに合わせてスポーツ走行を楽しんでみて、でステップアップとしてあれをいじるこれをいじるとか、例えばブレーキがなくなったからちょっといいやつに変えてみるとか、そういう楽しみ方が一番いいんじゃないかなと個人的には思います。でだんだんこのブレーキに仕事をさせられるように、そうですね、かけられるようになってきたらタイヤもグレードアップしますと。そうですね、でその時にはホースも変えた方がいいですよ。そうですね、そういう感じでね、レベルに合わせてどん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 カスタムしていくと車の変化も楽しめるし、そうです ね、やっぱアフターパーツがいっぱい出てるので変わったっていうことを楽しむっていうのはすごい比重が大きいと思います ね、だからあの本当にマフラー初めて、例えばゲンチャリとかのサンバーとかを変えた、はい、あの感動よ、ね、あの感動をこう車でも味わうと、ね、いつまでも末長く楽しむためには、はいね、やっぱ車遊びっていうのはそういうところがいいんじゃないかなと思います。だから僕も結構とりあえずサーキット行ったら行った方がいいよって言ってるのはやっぱ理由があって、はい、走るのが好きな人っていうのはいっぱいいると思うんですよね、はい、でちょっと攻めてみたいなって思う人もいっぱいいると思う、はい、多分こういう系統の車買った人はちょっと攻めてみたいはず、絶対そうですね。ただそれを行動でやるとそのちょっと攻めただけが廃車につながっちゃうと、はい、
ってなるとお金がかかると。そうですね。で走れなくなっちゃうっていうのが一番もったいないと思うんですよね、はい、だったらサーキットとか、まあ、クローズドコースジムカーナ場を使った練習会とかで、はい、でそこでそのちょっと攻めてみるっていうのを試してもらえれば、公道ではクラッシュ廃車なのがサーキットではただのスピンで終わるんですよね。そうですね。そうだからシンプルにお金がかからないっていう、お金かからないからその分車遊びにそのかからなかったお金が使えるっていう、はい、シンプルにそれだけなんでね、まずは峠じゃなくてサーキットに行ってもらいたいなっていう。そうですね、うん、やっぱり同じ車の人たちで山で飛ばして事故っちゃったとか結構話はよく聞いてますし、実際に見たことも何度もあるので、やっぱりもうスポーツドライビングをやっていくとそういうクラッシュもどうやったらこうなったなってのも見て分かったりしてくるじゃないですか。そうですね、はい、タイヤ混んだとか見ると。そうですね。だからなあ、見るためにやっぱり一度サーキット走ってもらえてたらこんなことにはならなかったんだろうなっていうのは強く思います。特に一般公道でスピンを経験するって時はもう事故する直前ですから、そうそうそう、サーキットだとスピンした時にどうすればいいかっていうのをまず学んでおける。そうなんですよね、スピンする経験ができるんだよね。あと最近思うのはフルブレーキを本当にできる人ってそんなにいない。だから僕がジムカーナの練習会で一番最初に本当にスポーツ走行したことないんですっていう人に教えるのは、まずエンストしちゃってもいいからもうブレーキを思いっきり踏め、 ABS が効くまで踏めで、自分の思ってたところで本当に止まるのか、思ってたより止まらないのか、それともよく止まるのか、でそれが分かっていれば、まあ、とっさの時にブレーキ踏んだ時にここならいける、ここならいけない、そういうのが分かってくるはずなので、ドライブレコーダーまとめみたいな動画とか見てると、はい、結構女性の方とかキャーって言いながら全然ブレーキ踏まないでガシャンみたいな、はい、そうですよね、それちゃんと踏んだら止まったのにっていう、ね、全然間に合ったでしょうねっていうのはありますよね。いっぱい見るし、はい、ハンドル切れば避けれるのにみたいなのもあって、はい、結構一般行動で大切なのは急加速急ブレーキ急ハンドルができるスキルを持っておくっていうことは、そうですね、うん、経験をしておくっていうのは、そうそう、はい、やるやらないっていうよりもいざという時のためにね、はい、そういう経験は絶対に必要だと思います。はい、だから本当にクローズドコースで走った経験がある人って意外とストリートを飛ばさないっていう、そうですね、安全運転に多分なっていくんでしょうね。そうそうそう、結局あのタイヤ冷えてる時の本当に滑る感覚とかもしてたりするから、はい、意外と飛ばす人が、まあ、もちろん中には飛ばす人いるだろうけれどもハンドル切っても曲がらないだとか、多分そういうシチュエーションを知ってるのと知らないのとでは対処の出来方が違いますよね。でどこでどんくらい踏んでらリアが流れるとかね。そうですね、当然人間知らないことはできないので。そうそうそう、結構ねカウンターとかってね、はい、思ってるより簡単なんですよね。そうですね、なんだったら反射で当たるんですよね。そうそうそう、ただその後どうなるか、うん、またこれも駆動方式別でね、はい、そうですね、飛び方が変わってくる、変わってくる。 FR なんかだとハーフスピンからの反射でカウンター当ててからのお釣りもらってタコ踊りスピンガシャンパターンがありますよね、はい、まあ、4区は4区 FF はそれの一撃バージョン。そうですね、一瞬でバーンって、ね、滑った後どうなるかを知ってるっていうのが大切なんですね、はい、そうですね。特に今時珍しい結構素直な FR なので練習にはもってこいなんじゃないですかね。そんなにエンジン壊れるわけで、まあ、耐久性はあると思うし。そうですよね、ちゃんと作ればで、パーツもいっぱいあるし、はい、で見た目もかっこいいっていうね。そうですね。
はい、ということでパワーチェックを終えて町屋さんに戻ってきました。とりあえずめちゃくちゃ寒いです。北関東舐めてましたね。息が白いもんということで、パワーチェックしてきました。で、今走ってきたわけですが、まあ、僕がこうでしたなんて答えるのはナンセンスだと思うので、オーナーのつぐくんに聞いてみたいと思います。どうでした？なんとなく車が軽くなったみたいな、排気量が上がったみたいなフィーリングで、全域パワーアップしてるのを感じました。速くなりましたか？速くなりました。数値のね、あの絶対値だけ見るとっていう風に、なっちゃう人が多いと思うんですけど、さっきグラフで出したように全域でやっぱトルクが増しているので、まあ、カト特性ってところですよね。そういったところで大きな変化があると思いますが、どうでしょう、タイムアップにはつながりそうですか？そうですね、下側かなりトルクカーブ見てると面積大きくなったので、かなり立ち上がり有利になってくるんじゃないかなと思います。ね、あのやっぱさっきも言ったけど、あのクラッチつないだ後の転がり出しだとか、そうですね、あとシフト上げた時、はい、シフト上げた時のちょっと一瞬もたつような感じが全然なくなって、下からスムーズに加速していくような、そんなイメージです。でもな、排気量が 200cc ぐらい上がりましたみたいな感じかな、はい、っていうところは、まあ、僕も同じインプレッションですね。もう街乗りですぐ分かるレベルでトルクは出てますし、回せばやっぱそれなりに全域で、トルクが増しているので、より体感できるパーツだなと思います。そして何より費用対効果に優れているとという、パーツですので、 86BRZ でサーキットガンガン走ってる人なんかはおすすめなんじゃないでしょうか。石崎的にも一押しのパーツですので、ぜひぜひ皆さん気になった方はマチュアイグニッションコイルで検索すると出てくるということなので、最悪分かんなかったらお店に電話とかでもいいですかね、はい、ということでした。まとめますと、北関東は寒い以上です。